願いしますー。ちょちょ、なに、ああ、俺ね、人の筋肉を触るだけでその人の体の状態が分かるんだよね。え？お前今、両肩脱臼してるでしょ。してないよ、全然。ねえ、スタートからそんな気味が悪かったらこの後が不安だよ、俺は。人にそんな気味悪いとか言っていいんだっけ。こんな目と眉毛の距離近いやつが。関係ないじゃん。目と眉毛の距離近い人がなんか言っちゃダメとかないじゃん。ごめんね。ごめんねじゃね。ちょっと聞いて、俺たち売れてないんだよ。ってことはこの漫才をコツ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 やるしかないんで、頑張ろうな。おい俺さ、恋愛ドラマ出てきてんだよな。聞いてねえじゃねえかな。お何の握手だったんだよ。俺が恋愛ドラマ界に進出したらなんか違う形でもう一個盛り上がんじゃねえかな。え、なんで自分が起爆剤になれるって思ってんのそれ。今の恋愛ドラマ界なんか刺激足んねえんだよ。はい、恋がたきと喧嘩して話し流してるとこにヒロインが駆けつけてくれるシーンあるじゃん。まあまああるはあるけど、あそこ俺ならもっとできんだよ。なんでできるって思ってんのか分かんねえんだけどね。見てくれればわかるから。あ、俺を選んでくれたんだね、ありがとう。鼻血出ちゃった。そんな俺のこと好きなんだったらさ、その証拠に鼻血飲んでよ。飲んでよ鼻血。こわっ。え、今のってみんなに見せていい姿だった？鼻血飲んでほしいってどういう心理？あ、俺の鼻血を飲んでもらうことによって、たとえその子と離れ離れになってもこの子の中に俺が一生居続けることができるんだ。聞くんじゃなかったよ。すげえ発言引き出しちまった、質問したばっかりに。分かった分かったじゃねえ。すげえ気持ち悪かったし、到底皆さんにお見せできる姿。ねえねえ、俺が喋ってる時自由時間じゃないんだよ。いいよこいつの刈り上げ今日すげえなーとか見ないで。してんだこいつはよ。俺がさ恋愛ドラマに出たいっていう本当の目的はさ、知らないよ。プライベート拾ってみて。プライベート拾ってみて。お前何がプライベートでヒロインと密会だよそれ。しかも悪いこと言ってんのがみんなにバレねえように早口で言いやがってよ。で密会したらこうだよ。あ、ねえねえねえ、普段だったらネタって1本なんだけど、今日は過去ネタと新ネタの2本見れるらしいよ。楽しみだね。なな、誰が密会してバーガンディレッド見に行くんだよそれ。もっといいとこに行くんだよ。バカじゃねえの本当に。これ いや、いいんだけど、お前なんでずっと笑ってんの。笑ってないよ俺。怒ってんじゃん。お前が漫才に目を向けないで恋愛ドラマとか浮ついた話してるから。あ、そう、恋愛ドラマダメ。ダメ恋愛ドラマ。ああ、分かった。じゃあお前に万が一恋愛ドラマのオファー来てもお前絶対断れ。は？え、断れよ絶対。いいから本当にそんな話は。ヒロインは広瀬すずちゃん。はいはい。で毎回毎回30秒間のキスシーンが用意されてます。はい、無駄無駄。はいはい。断れよお前それでも。はいはい。それでも断れよお前。おい断れよお前。断れ。断るわけねえだろうが。漫才なんかよりもな、中だよ中。ああ、勢いで漫才の神様に嫌われるようなこと言っちゃった。ダメだなそんなこと言ったら。でも一番ダメなのは売れてないのに金ボタンをつけていることです。これはいいだろ別に。売れてないからこそ少しでも鼻を持たせようってやってんでしょ。袖5です。いいじゃん。ダメ5、袖5。はい、お前ちょっと勝手やりすぎた。知らねえ、マジ。ごめんね。はい、もうお前はマジ知りません、マジ知りません。これやってから機嫌直して。あ、機嫌直して、行くぞ。ビエビエ、これで OK だ。なんで体に入った毒を吸い出してもらった時の気分を味わせたら機嫌直ると思ったんだよ。意味わかんな。もういいよ。どうもありがとうございました。